こんにちは、どうもよろしくお願いいたします。どうも羊ねいりと申しまして、松村と細田でやっております。関西人の松村でございます。もうパンパンな。でこっちが細田って、言わんでも分かったかな、細田っぽいでしょ。めちゃくちゃ細田なんでね。東京出身でした。嘘つけ、埼玉やろ。見え張ったの、背伸びしてまして。東京埼玉の大宮ってちゃんと言うたら、東大宮。おお、言うたちゃんと。開けまへんよそんな。見沼区という、おう、ダサすぎる、その見る沼という。まさかいませんよね、今見沼区の人。危ねえ、お前やめる、やめとけよお前。見沼区という。いやいや、おるかもしらんから、見沼の人が。沼を見る。見沼、田んぼの町すぎる。すごい名前。見沼から出てきた人やん、あんた。びっしゃびしゃの。この沼からそのまんま。乾かずに来ましたけど。ねちょねちょやもん。見沼っぽ。ひょうたん島って。ひょうたん山、ひょうたん山でした。やめて、俺。ひょうたん島は、ひょっこり。こういうやつやん、こうやって。ひょっこり。あれやん、ひょうたん山、六万寺。ない場所。あるねん。ひょうたん山ってとこに六万のお寺って書いて六万寺あるから、すみません、そういうとこからでやっておりましてね。あのちょっとね、皆さんもおると思いますけど、僕犬飼うてまして、実家で。でもね、犬がね14歳になるんですよ。これ人間に置き換えるとかなりの高齢で、でもちょっと病気がちになってましてね。でご飯もあんま食べへんみたいな。でもそんだけ長くねずっとね実家でまあ育てたから、もう家族同然なんですわ。でちょっとね、おかんが言うにはもうちょっともしかすると今年中にもうちょっと死んじゃう可能性高いんちゃうかって言って、で僕ちょっと大阪実家なんですけど、ちょいちょい帰ってね、もう犬との時間過ごさんと、ほんまにねちっちゃい頃からね、あのもう思い出がチョロっていうね、チョロチョロしてたから、白い柴犬なんですけど、チョロチョロって言うてて、もうほんまにね辛いでしょ。亡くなった経験あるかもしれませんけど、俺も犬飼ってたから分かる、分かるやろ。一番辛いんですわ、もう元気なくなっていくの。そう、明るく見送ってやるべき。それはほんまに、ね、そうやねんけど、うん、でもやっぱこっちを辛いよ。待って、元気なくなってきてるの見たら、ああもうほんまに。次何の犬飼うの？その小型犬、同じような小型犬でもいいし、まあね、ボーダーコリーみたいな中型犬もいますし、レトリーバーみたいな大型犬も気分転換になっていいですけども、次何の犬飼おうと思ってる？嫌いだわん。はい、いやいや嫌いだわん。前向こうぞ。やだこいつ。前向こうぞ。見沼の人間が。ひょうたん山さんよ。うちのちょろの前、ちょろのことお前。いやいや、あのな、うん、そう車とかとちゃうねん。そうなんか、ね、死んだら次乗り換えますせ、異常が出たら終わりですわじゃないねんな。ダックス運動みたいな。シャコタンでもいいでしょ。やめろ、シャコタンっていうのなあ、はい、あれ車高が低いんじゃないの？ダックス運動は車高なんです。なあ、何販売店のディーラーみたいな格好してるな思ったら、お前葬儀屋でもある。違うやん、今な、まさに死んじゃうかもしれんっていう、もう悲しいタイミングやねん。わかるわかる。そんな次の提案してこんといて、こっちはもうかわいそうで。俺も帰ってたから。悲しいねん、愛犬がなくなるわ。もうめちゃくちゃ悲しい。そうやろ、だからやめて今。そんなん立ち直れない、ほんと。しばらくはもう全然前向けない。だから今そういう時期やから、やめて次が。この期間短い方がいいから、もう次の犬考えといた方がいい。そんなスムーズに移りたくないのよこっちは。移りな、悲しみにふけりたいねん。そんな時間無駄。家族が死んだら、そんな時間な、うわー言うてワンちゃんかきかく、あー言うて、やりすぎ、やりすぎ。もう葬儀も潰れちゃう。いやいや、ダメですよ。いやいや、ダメですよ。いやダメですよ。言うてダメですよ。犬仮装した後はもうほや虚無。家も家族が、家燃えた後みたいな虚無や顔してますけど、家族やからな。いやいやいや、でこういういやって虚無なってるのを、うん、天国からチョロがこう見て喜ぶ。わかる？でかチョロ、こうやってでっか、俺がこうやってちょろつつやつやちょろ涙食った涙食ってる。ちょろそれ見て嬉しいわ。嬉しい、もう飼い主が喜んでるわ。この時間が大事だから、そんなスムーズに悲しみを乗り越えていく。そうやって、そうやって悲しみ続けて、俺がもしそれを乗り越えれた時に、じゃあちょっとチョロには悪いかもしらんけど、次のワンちゃん飼おうかなっていう、そういうタイミングで飼うねん犬ってな。でも犬飼うならさ、その食費とか寿命とかコスパもいろいろある。コスパでないや、ね、生き物にコスパあるよ。いっぱいかけろ生き物にコスパって。
コストをかけろ、命はコスト、ね、何を教えている、すごい燃費だ、命だろ、命だろ、つぎ込め、お金も時間も命だろ、どういう命だろ、なんだコスパって、誰かっぽいのに誰でもない、なんだ、誰かっぽいのに誰でもない、あーだー、極戦か、何を言っている、メンヘラ極戦、何を言っている、メンヘラ極戦、コスパだ、命にないよ、コスパ命にないよ、道徳の先生、道徳のタイのペットショップみたいな、コスパ命ないよ、出店、全部出店で全部命、ケバブ屋、安いとかコスパないよ、コスパを訴えるケバブ屋、何を考えてる、何を考えてる、ねえ、お前のためよ、俺はたくさん行き、ええ、応援するよ、嫌 やろ、ワンちゃんの気持ちだってみ、もうほんまに寿命や、死ぬかもしらんっていう時のお前、飼い主がお前、いやちょろー言うて、そろそろ何買うとか言って、何買ったらいいかなとか言って、そのワンちゃんの気持ちだってみよ、もうもうそんなん言わんとってほしい、もう今俺のことだけ心配してほしい、ちょろ俺は見てほしいって、俺だってその次なちょろ14歳でしょ、そうや、もうすごい90ぐらいや、人間できたら90でしょ、そうや、あんな枯れ果てたジジイに独占欲とかもうないからね、いつまでたっても主役はワイや、ワイが主役、違う、主役はワイ、年寄りに独占欲はない、ある、私は90になってもちゃんとエゴサとかするし、やばいよ、するよ、やばいよ、それは若い姉ちゃんの指示が欲しい、90になったって娘さん今日もちゃんと動けてたなとか言ってほしい、ブリッコジジイが一番やばいんだぞ、青川はジジイになってからブリッコしたら一番可愛いんやからな、俺はもうすでに可愛くなり始めてるんだから、わかるだろう、わかるだろう、これがね、たまに可愛いとか言われるんですよ、言われるんですよ、世も末ですわ、世も末、世も末ですわ、な、応援すんねん、ワンちゃんのことで、2人でご長寿、僕も90ぐらいまでちょろこっからも頑張ってもらって2人で全うするよ、二人でもうヨボヨボの俺がヨボヨボのチョロに連れて、やばいやばいやばい、あの大きい大きい、あの町が保護してあげない、美術館行って、うん、あの大きい絵見て、90歳同士で寿命を全うしたフランダースの家、別にあの普通に魂抜けてきて、感動的でもない、感動的でもない、苦労もしてないから、ただ老衰で行くフランダースの家、チョロパトラッシュ綺麗だなって言って、迷惑だな、家だったまんま、家で死ねえよ、あ、すごい、おお美術館で死ぬね、お前ちゃん素敵やろ、大きい犬、家の前でおじいちゃんだって犬もこうやってたら、お前美術館で行くか、おい、ほんまお前はよくないぞ、俺はもうめっちゃ応援してるからな、チョロのこと、じゃあ分かった、その犬の検証はやりすぎだけど、やめろそれ、その猫とかウサギの選択肢ぐらいは、それもええねん、もういいわと思うでした。